右が、ヘプナー上級大将。左は、バルター・クリューガー・ SS 少将。エイディヒ・ヘプナーは、ドイツの軍人。第二次世界大戦では、戦車部隊司令官として活躍。最終階級は、上級大将。ヒトラー暗殺計画に加わり処刑された。フランクフルト・アンデア・オーダーに、医師の息子として生まれる。1890年に家族と共に、ベルリン・シャルロッテンブルク区に転居。 1895年にギムナジウムを卒業し、1909年に士官候補生としてメスに駐屯するシュレースビヒホルシュタイン第13、琉球兵連隊に配属される。1910年に結婚し二次を設ける。1913年10月、ベルリンの軍事大学に入学。翌年始まった第一次世界大戦では、第16軍団副官となり、1916年からは、 前線で従軍、対戦中に、騎兵隊員に昇進。終戦後の1920年、アレンシュタインの第二騎兵連隊で、中隊長。翌年騎兵総監参謀部隊員として、ベルリンに転属。1923年、故郷フランクフルト、オーダーの第一騎兵士団参謀。1927年、少佐に昇進し、ケ意にヒスベルク軍管区主任参謀。九百三十年、 ブラウン・シュバイクの第17不評連隊で大隊長。1932年、中佐に昇進しポツダムの第4騎兵連隊長。1933年、ベルリン軍艦区参謀長。1935年大佐に昇進。1937年、少将に昇進しブッパータールの第一警戒師団長。1938年、中将に昇進。 1939年の第二次世界大戦勃発直前には、騎兵大将としてベルリンの第16軍団長を務めていた。ポーランド進行では第10軍に属し、2個装甲師団と2個装甲的弾兵士団からなる第16自動車加軍団を指揮。この選考により1939年10月、騎士鉄十字章を受章、同部隊を率いて、 翌年の西方電撃戦に従軍、その先行により上級大将に昇進。同軍団は1941年に第4、装甲集団と解消された。第41軍団と第56自動車下軍団からなる、同部隊を率いてバルバロッサ作戦に参加。モスクワの戦いの前哨戦となるビアスマブリャンスクの戦いでソ連軍を包囲撃滅した。第4総攻集団は、 同年12月に第四装甲軍と解消され、5個、軍団、12個師団からなる、大部隊となった。この当時ヘプナーはグデーリアン、ホト、フォンクライスト、ロンメルと並ぶ優れた、装甲部隊指揮官として知られていた。人民法廷でのヘプナー抵抗運動参加者の、ヘプナーとヘニング・フォントレス公を記念する、案内版しかし1942年1月、ソ連軍の冬季犯行に際して、 ヒトラーの死死命令を無視して戦術的交代をしたために更迭され、ドイツ国防軍を不名誉除隊となった。上級大将としての給与や年金の支給も停止されたという。彼はこれを不服として、ライプツヒの地方裁判所へ提訴して勝訴。年金だけは支給されることになったという。以後エプナーはヒトラーに対する抵抗運動に身を投じることになる。 1944年7月20日午後12時42分、ヒトラー暗殺計画が、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク・大佐らによって決行された。その頃エプナーは、ベルリン・ベンドラー街の国内予備軍司令部を訪れ、副司令官のフリードリヒ・オルブリヒト大将の下で、待機していた。ヒトラーは軽傷を負ったのみだったが、それを確認できないまま午後3時過ぎ、バルキューレが発令されて、 クーデターが開始された。国内予備軍司令官、フリードリヒフロム上級大将はクーデターに反対した、ため監禁された。午後5時頃、ヘプナーはクーデター派から同軍司令官に任命された。彼はヒトラーから軍服の着用を禁じられていたが、トランクに軍服を隠し持ってきて、それに着替えた。各地の軍部隊に伝達された命令書には、 国内予備軍司令官としてのヘプナーの名が使用されることになったが、しかし、軍部隊を目的通りに指揮できなかった。さらにヒトラーは鎮圧のために、ハインリヒヒムラー新衛隊長官を新たに国内予備軍司令官に任命。ヘプナーの出した命令に従ってはならないという命令を出すなどして対抗し、結局クーデターは失敗する。午後10時半過ぎ。 ヒトラー支持の将校たちと銃撃戦になり、ヘプナーのいる司令官執務室にヒトラー派が突入して、きてクーデター派は逮捕された。午後11時頃、フロム大将は即決の軍法会議を開き、クーデター派のオルブリヒトや、シュタウフェンベルクラ4人を銃殺させた。ヘプナーは、軍法会議で弁明することを希望して、その場での処刑も自決も拒否し、逮捕された。だがおそらく、彼は後に、 その決定を一度は後悔したと思われる。1944年8月7日、エルビン・ホンビッツ・レーベン・ゲンスイラ計8人とともに国家及び民族に対する反逆罪でローラント・フライスラー裁判長によるベルリンの人、その裁判の模様の映像が残っている。翌8月8日、死刑判決を受け、その数時間後の同日夕方、プレッツェン税刑務所の処刑場で、 ピアノ戦による残忍な方法の公式刑が執行された。その模様は後にヒトラーに見せるため映像で撮影された。ヒトラーに抵抗した軍人として戦後のドイツでは検証の対象となり、弊社や学校、通りなどに彼の名が冠されている。ありがとうございます。